あるので、ここのバーンドピックもちょっと注目してみたいですね。さあお待たせいたしました、決勝戦デトネーションゲーミング VS エースゲーミング、ブルーサイドがデトネーションゲーミング。まあ、スプリングのイメージだとやはりサムエル・ケストレル、ボックスなどがまあ切り札みたいな感じだったんですけど、今回ね幅が広がりましたよね。幅広がってますからね。まずはグレイブ・バーン、ここは徹底していますね。グレイブキャプテンが得意なチームには徹底してグレイブ・バーンをしていますね。それだけ厄介な存在ということなんでしょうか。してグレースに対してケストレル、やはりサムエルではなくてケストレルですか。うん、となるとエースはライラかサムエルになってくるかなと思いますが、ケストレル取ってはいますが、サムエルを取るかバーンしないといけないという圧力はありますよね。サムエルをエースとしてはここで確保しておかないと後でバーンされる可能性はありますが、まあ、そこにバーン枠を吐かせるという考え方もできますが、まあ、ライラを取られバーンされるよりはサムエルバーンされた方が厄介ということなんでしょうね。やはりサムエルとライラどちらが欲しいか、優先的に欲しいかと言われればサムエルの方が優先的に欲しいよというようなピックの結果になりましたね。さあここのセカンドバーン、バロン・イドリス関係の番がかなりね多いんですけれども、イドリスなんかの番っていうのはデトネーションとしては相当嫌でしょうね。なのでバロンの番、いや、あ、イドリスの番っていうのは結構面白いかなとは思います。さ あとはボックス番とかも嫌ですかね。うん、ボックス番もちょっとそうですよね、かなり睨まされている形なので、でバロンを番せざるを得なくなってライラを取られてデトネーションの構成を見せてからエースにピックをされるなんていうなのも、エースゲーミングとして考えているか。セレス、いやセレスですか。これはもう全開けというような形ですね。全部開けてどうするのと相手に問いかける形にしましたね。バロン、イドリス、ライラなんかが、全てフルオープンの状態になっているが、デトネーションゲーミング、相手の出方を見て決めたいってことですよね、エースとしては。まあ、バロン、イドリス両方開いていれば大丈夫と。ライラ、いやまたこれは難しいぞ。イドリスを取るかバロンを取るかボックスを取るか、はたまた別を取るか。ボックス、イドリスが安定はしていますけれども、ただバロンが空いているという現状を考えるとボックスを取ると、まあバロンがちょっと厄介か。しかしここはキャプテンアーダンで様子見、様子見ですね。相手のピックを見てから こっちは決めるよということですね。まあここでバロン、イドリスとかっていうのは絶対ないので、まあ、バロンを取るならイドリスが空くし、いやでもこれはバロン空いてるんで当然そこは警戒していかないといけないの で、 そうです、ね。まあ、イドリスを取らされたような形も見えますけどね。まあ、イドリスを取るかボックスを取るかですかね。ボックスでイドリス、バロンを抑制するのか、イドリスでバロンを抑制するかって感じになってくるかなと。一貫戦デトネーションゲーミングをロックスアルマラ戦で、ボックスに対してね非常に強力なバロンを見せてくれていたので、新しいですよね。まあ、やってる身としてね、それは対策にならないと思ってるかもしれないですね。うまく当たれば対策になるんですけども、当たり方が相当難しいですからね。さあ、まずはランス、キャプテンランスはほぼ確定ですかね。キャサリンかランスってところになってくると思うので、キャサリンであのサムエルの悪質裁断を体でボディブロックするなんていう戦術も面白いんですが、やはり序盤かなり弱いところがキャサリンの弱点ではあるので、だったらオールレンジ対応のできるランスを取ると。いやバロンですか、うん、ここはクリエーションのイドリスに真っ向か。いやイドリス取りますよね、まず持ってイドリスだと思いますね。一番ベストですもんね。まあここでイドリスを取らない意味はないので、いやクリエーションのイドリス何度も見てるとは思うんですけど、相当うまいイドリスということですから、に対してバロンを当てて勝てるっていう判断、ダブルレンジですからね。まあ、ケストレルで序盤を押し返せるんだったら、まあ、バロンはいい選択だと思うんですけど、ただサムエルがいるんですよね。そうバロンだけだったらバロンがファームしてるところに下から上がってきてグリマショットでバロン、あ、イドリスを下がらせることっていうのはできると思うんですよ。まあアーダンなんでキャプテンも そうですよね、そこまで脅威ではない。まあバンガードかけてバリアかけてあげるくらいしかできないので、まあ追い返すことはできると思うんですけど、そこにサムエルがいるとなると差し返しでカウンターで相手からダメージを与えられますし、そして2人が中盤タレットに対して強いのに対して、こちらとしてはタレットに強いのは1人しかいないので、まあケストレルしかいないので、ちょっとこの2体の圧力に耐えられるのかなっていうのは疑問符がつきますかね。まあそうですね、プッシュのペースをやはりデトネーション有利にしておかないと、まあバロンが、まあ、バロンから攻めるっていう動きでしたら先にバースト叩き出せるのでいい動きになるんですが、まあ、バロンが一方的に狙われると逃げにジャンプレートを使わされるってことなのでかなり不利ですよね。不利ですね。そしてバロンがダメージを出すのも、まあサローブレード1本でちょっときついと思うので、サローテンションくらいまで入ってようやくそのこちらから仕掛けてバーストが出るかなってところなので、
まあ、我慢の時間がかなり長いと思いますから、そこをランス削れるという、まあ、序盤から火力の出るキャプテンとジャングラーでどれだけ耐えることができるかっていうのはデトネーションには求められてくると思いますね。さあかなりね大胆なピックになりましたが、いきましょう。運命の決勝戦、デトネーションゲーミング VS エースゲーミング、試合スタートです。さあブルーサイドがデトネーションゲーミングとなっております。バロンさえ耐えて、サムエルさえ耐えて、中盤耐え抜けばデトネーションとしてはもう自分たちが最強の時間帯っていうのを迎えることができるんですけど、果たしてそこを耐えられるのかっていうか、っていうのがまあ一番の注目ですね、この試合の。エースゲーミング決勝のピックでも勝率 100% ですけど、イドリス取った時も負けてなかった記憶あるんですけどね、まあ、イドリス取る数がそんなに多くはないってところもありますけど、イドリスもねクリエーションのイドリス本当にうまいですからね。本当に勝てる場面でイドリスをピックしているというような印象がありますからね。さあしかしエルダートレントを先に取ったのはデトネーションゲーミング、まあ、イドリス取るときっていうのは大体ダブルレンジでイドリスがカウンターとして機能するときですよね。ワッツアップブロ戦のクリスタルリンゴ対策だったりとかっていうところになっては取っていて大暴れをしていたので、ちょっとこのクリエーションのイドリスが大暴れをする未来が一番ちょっデトネーションとしては嫌ですね。そこをどれだけ耐えられるか注目の鍵となりそうです。さあ最初エルダートレントは取ったものの、その後は特に変化はない。さあ2レベルになっている。これゆったりファームってところはあんまり変わらないと思うんですけど、そして無理にはプッシュしないですね、ま、5分6分までは多分そんなに変わらないですね。これバロンはプッシュしてしまうとラインちょっと高めなところで維持されて右を触れなくなってしまう可能性があるので、なるほど、プッシュするならがっつりプッシュしてタレットまで押し付けるくらいプッシュする、プッシュしないならゆっくりやった方がいいと思います。買い物したい時のそういったタイミングじゃないと、まあ、無理にプッシュする必要はないと。あんまりエルダートレントも取ってるっぽいですね。これはそうですね、エルダー取って1匹まあショップが取られましたけど、まあ、そこあんまり気にしなくていいですかね。さあアスコスタがこれは邪魔をしているような形、いやさあビビクイズがボディブロック、さあブーツを使って、しかしまだミスのないタイミングだが取ってるのはタサ、これはきついタスキ、いやースコスタのダメージが大きい、タスキ一人に翻弄されているような形だがまだタサがいる。さあブーツを使って祭壇避けるビビクイズ、なんとか避けた、避けましたがしかしジャングルは荒らされた結果になりました。なんとか1匹は奪うが2匹は取られる。これでトレントと横の大型ミニオンを取った結果になりました ね、 そして一気にジャングル有利を作り出すことができましたね。サムエル対してレーン上もプッシュをしきってバロンは帰った形になって逆にプッシュされているところですから、ここはゆっくりと、ファームしっかりと取っておけば特に問題はないですね。レーン上はそこまで大きく荒れてはいないので、そうですね、イドリンフスもまあそこまで強い時間帯ではないですから、ここはまあ維持しておくのがお互いのためですね。ここはゆったりゆったりレーン上は、まあ、自分たち強い時間帯まではゆったりすると思うので、やはり問題はこのタツキケストレルとタサ・サムエルが上がってきたタイミング、レーン上に上がってきたタイミングですよね、ここは一つ、大きな大規模な当たり合いっていうのが発生すると思うので、そこでデトネーションとしては耐えられるか、耐えないとむしろまずいので、そうですね、このポーク勝負タサのサムエルに対してタツキのケストレル、ロックスアルマダ戦ではねマンゴーのサムに対しても負けないようなレーニング状況を作っていましたが、さあ今度はジャンプレートでタサにダメージを与えるが、いや返しのダメージの方が痛い、いやーファームしている余裕を感じさせませんね。さあこのペースまだいきますよね、まだまだ来ると思います。さあタスキの合流はいつになるか、今来ました、ね、さあここで合流しているステルスからフレアを耐えているが、これはギリギリ見えているか、いい足止め、さあ足止め入っているがグリマーが当たらない、いやータサが、そして恐竜から祭壇ビビクイズが苦しい、さあファーストブラッドを獲得していくエースゲーミング、カスターもこれはヘルスは少なくなってしまいましたが、それでも落ちてはいません、なのでこれは変えれば悠々有利を取られることはない、そして単純にファーストブラッド分を奪い取っただけになりましたね。さあクリエーションビビロイヤルに圧力をかけていく、かなりきつい、やはりレーン上の争いになりそうですね、このからここから先も含めてですけど、先ほどだけではなくて、さあ一つ会社決めているが、まあ、無理には前に出れない、やはりサムエルが見えてないとちょっと怖いですよね。後ろから漂流を巻きながら入ってきて一気にバーストを叩き出されるなんていうこともあるので、特に今の時間帯のサムエルはかなり怖いかなというふうに思いますね。
この後クロスバーもしくはインフュージョンなんかをね飲んだタイミングなんかはサムエルが本当に怖い時間帯になります。まあ、今最もその油が乗る最初のタイミングですよね。そこがサムエルのレベル6になるちょうどこの5分から6分にかけたあたりのところが一番怖いと言ってもいい場所だと思うので、さあ分かれ道プラスインフュージョン、いやここがそしてイドリスも非常に強いのがこの時間帯なんですよね。レベル5、6あたりのサロブレードが完成するタイミング、そしてインフュージョンも飲めるので、さあビーロイヤに対してサムエルいいダメージ入れている。しかしスコッサに対しても大きなダメージが入る。タツキもしっかりグリマでフォローしている。ここは一旦下がってタサの漂流時間をいなしています。さあトレントを買ったと、あと12秒は漂流がない。安心できる場が1つ。さあ家電にしよう。ちょっと手前メラがクリエーションに当たらない。泉をかなり早めに吐きましたね。うん、完全にバースト読みで圧に破れましたが、さあここで漂流3人にやっているが、さあビュークリーズがしっかりフロントラインブーツを使って、さあタツキも負けていない。忘却が不発だがブーツを使ってビビクイズを狙っているが、ここで再生の泉、さあ再生の泉をやり返す形だが、いいですね、しかしタツキのエナジーも苦しい。ギリギリまで引きつけてからの再生の泉によって生き残ることができる。危ない、少し下目でしたが、さあここは痛み分けの形、かなり苛烈なレーン状況の争いです。でお互いもう一度ファームに戻りますね。まあ、インフュージョン1人持っている中でこの仕上がり、この出来だったら上々でしょうか。なんとかなってますね。やっぱりイドリスのインフュージョンなので、そこまでものすごい圧力っていうのが作り出せてないですよね。サムエルのインフュージョンの方がやはり厄介そうですね。あれがサムエルのインフュージョンだと思うとちょっとゾッとしますよね。ゾッとしますね。今頃どうなってたかっていうことを想像するだけ、もしかしたらタレットはもうボロボロになるどころかおられていてもおかしくなかったと思うので、エースも圏内に入ってましたからね。そうですね、集団戦負けまで見えていてもおかしくないような状況だったので、なんとかイドリスのインフュージョンだったこともあり守ることができましたね。さあタサここでインフュージョンを購入しています。そしてフレアを3本買って、まあ、自分も視界確保にその血流を捕まえるというところをしたいと考えてますね。さあ対するデトネーション、まだ誰も飲んでいないところだが、さあシュラードステップに合わせてジャンプジェットしたが、チャクラムが大ダメージが入っている。当たってる、これは苦しいぞ。シュラードステップミスをなんとか、ま、負けました。見えない、見えなくなっちゃった。さあ1つもらっているが、いやジャンプジェットがあればどうだ、再生の泉を使ってなんとか生き残る。いい再生、いやここはあと1必殺が逆に打ってしまった。そうですね、完全動揺してが、さあそしてクリエーションはまだまだ元気な状態。シュラウドステップの前には気をつけたいが、ブーツを使って下がるタツキ、いやここも泉、さあさらに恐竜マウントを待ち構えている。課題が多いデトネーションゲーミング、いや広く見なくてはいけない場所が多いですね。広く使われてますよね。クリエーションが下にいるのが一番怖いですよね。それによって広く広くマップ全体からタレットに対して圧力をかけられているので、上も見なきゃいけないし下も見なきゃいけないしと非常に厄介になってましたね。そしてこの金鉱山はどうしようもないですね。これはもう上で取れなかったら下で取る。さあ必ずインフュージョンを無駄にしない動き、しっかりインフュージョン代というのを稼ぐための動きができてますね。これでさあしかしインフュージョン差があってあれだけしのげているデトネーションゲーミング、さあここでデトネーションも飲みましたね。逆に飲み返して当たり直す動きですかね。これでビビロンイヤル、ここでテンションボ入りましたからだいぶダメージとしては伸びてくると思います。サムエル、イドレス両方そこまで硬いヒーローじゃない。テンション棒を持ってパ、ダメージをしっかり出せるタイミング、さあガントレット張っているが、あずれている、ガイシアでずれたか。あとはまだジャンプジェットがレベル、スキルレベルが4なので、そうですね、向こうにはならないですよね。やはり、ガントレット壁に当たればもちろんスタンで止まってしまいますから、ちょっと反応が遅れましたかね。そうですね、間に合いませんでしたね。そうですね、ガントレット前に飛び出す予定だったと思うので、さあタサに1つを当てるがビュークイズローヘルスながら、泉泉を使って1つで時間を稼ぐ、なんとか守るファーストタレット、なんとかなんとか守っているが、1人で戦況を変えるこの男、クリエーションが待っています。このブッシュには気をつけなきゃダメですね。イドリスアサシンと同じなので、もう物資から現れた瞬間にはもう誰か一人が溶けて
消え去っているようなこともありえますよね。そうですね、全然落とせる火力持っているので特にケストレルは注意ですよね。今ボウが何も詰めてない、反射ブロックで HP を増やすことすらできていないので本当に触られたら一瞬でこの1191という HP は吹き飛ぶでしょうね。さあここでビビロイヤルも、ようやく8レベルになったのでジャンプジェットもこれでガントレット採決になります。再生の泉までしっかり持ってますね。これで忘却の対策というのも、まあ、クルーシブルに合わせてあると。さあジャンプジェットからいい通常が入っています。ただクリエーションがずっと面白いから、まあ、狙ってるんですよね。それでもカサも反撃、いやブートされシュラウド、しかしここはタスキの反応も早い。さあしかしやはりダメージトレードは有利なのはエースゲーミング。いや当てる当てる、カサもしっかり当てている。電流症も吐いた後、さあスコッサに対していい必殺、コスタに当たらない。さあ、今ストライクを使っている。さあ、さらに忘却。これはどうしようもない。ブロックしましたが、ダメージでどうしようもなかったですね。さあ、かなり奥まで行ってビビクイズを落とすことに成功。クリエーション。さあ、囲まれている。助けるが、スコスタだけでも落とせるか。いやー、苦しむか。いやー、ミニオン取られた。取られましたね。さらにタレットを折られてしまう。1本目が折れ、そして2です。いやー、狙ってこれは危険だが。いやー、取られた。いやー、やった。てますね、しっかり睨んでいるますよね。エーススコッサーちょっとした油断も見逃さない男、こういうところもしっかりと抜かりなく倒しに行くのはやはり大事ですよね。これでタツキ選手がジャングルファームはなんとかできましたが、いない時間帯を作り出すことができたのでゆっくりこちらとしても体勢を立て直すことができる時間帯を稼いだと。さあ3手目はエコーですかね。3手目エコーですね。スコッサーからするとお金が欲しいでしょうから、このエコーを早く積むため、そして防具を多く積むためにとなるとキルというのもかなり大事になってくるかなと思いますね。そろそろ詰めそうですね。これで以降まで入ると相当厄介ですね。となるとまあタツキの立ち位置も気をつけていきたい。さあクリエーションやっぱりしっかり見ておかないと、ここも注意ですよ。さあかなりダメージ、ストライク、ジャンプジェットに合わせている。これがバロン対策と呼ぶゆえんなんですが、いやー当たってたらギリギリ残った。当たっていましたがビビクイズの窮地を守る最低の泉。いや防御よく避けたが、これで壊滅ですね。ディトネーション完全に戦前は崩されてしまう。これがクリエーションのイニシエート。いやこのアサシンのような動きを待ってますよね。それが非常にうまくいっていると思うんです。いやこれまでクリエーション、やはりどこからでも現れる男で帰ってきた。ビビロイヤルのバロンがもう半分、いやさらに祭壇を当てる。タサ素晴らしい、完全にデトネーション追い込まれている。ちょっと何もできないですね。クリエーションが全ての場所から睨みを効かせているのはエースゲーミング。これでタレットは触れるわ、セントリーは取れるわ、金鉱山も満タンと、オブジェクトが取り放題ですね。いやなんとか、しかしクリエーションうまく下がる。一進させ、ギリギリ当たらない。そしてセントリーをここで取り終わって、有利はしっかり取れたぞと。6.5 計差、いや必死で守っていたんですが 6.5 計差ですか。でかい差になりました。やはり中盤強い2体を生かされきってますよね。このうまさがやはり今のこの強さにつながってるかなと、エースゲーミングの強さにつながってるかなっていうのはすごくわかるようなこの13分までの動きでしたね。隙がないですね、本当にエースゲーミングは本当にないですよね。そのクリエーションの動きがやっぱりそう、自分がやるべきことを分かってますよね。3対3で面と向かってからイニシエイトじゃ勝てないけど、物資を使ったりとか裏ガンクのような形をすれば、うまく相手のタッツキやビビロイヤルといったバックライン触ることができるというのをよく分かっているからこそ の裏に入りに行く動きだったりとか、物資で待ち構える動きですよね。さあバロンが覚醒するまでもう少し時間を要するか。まずレベルがもう1レベル上がらなければいけないですし、ビルドもちょっと3手じゃきついですかね、まあ、だいぶいいダメージは出てるんですけどね。相手も僕あまり積んでいないので十分出るんですが、家電離症は間に合わず。さあタサにヒットはしていますが、タサ選手にバロンが殴る、必殺が入ってるが、コンバトルが1つ苦しぶでブロックしている。ここも抜かりない。そしてしかし地雷で分かっている。さあこれハリス返しまた会社の壁が弾いているが、ガントレットのダメージ落ちましたかね。いやそして忘却、これは完全に追い込まれている。うまい、ダブルエコーガントレットによってここはキャリー陣2人を壊滅状態。エコー自体はそんなにいいエコーガントレットではなかったんですけど、やはり2枚貼られていることによって一
気にジャンプジェットで出なければいけなくなる形になりましたね、バロンとしては。そしてケストレルとしては1個クルーシブルで抜けて1個反射ブロックで抜けないといけないと。ただタツキ選手反射ブロック持ってませんから、ちょっと抜け出すことというのができなかったですね。いやー、エースゲーミング360度警戒しておかないといけないチームですよね。かなりこのクリエーション独立行動がいやらしいですよね。これがもう本当にアサシンの動きそのものなので、一人だけ行動して違うところから入ってきて相手の戦前を崩すっていう動きがやっぱりアサシンに求められている動きで、なおかつキルを取れれば、いいっていうのがアサシンに求められる動きなので、こういう動きもですよね。ここもやっぱり小さいブッシュじゃなくてまずトライブッシュにフレアをたくと思うんですよ。そうなると少し差が見えるけど他は見えないから安心しきって近づくと、このちっちゃいブッシュからクリエーションが来ると。いやー、このクリエーション独特の立ち位置とセンスですよね。相手のその行動が読めているかのような、相手の思考が読めているかのような、その裏の書き方っていうのがうまいですよね。さあここでクラーケンに手をつけましたが、デトネーションはどうだ、気づいているか。気づいていてもいけるかどうかですよね。さあ気づきましたが、さあ現在7割ぐらいいるのはビビクイズ中間パじゃないか。あっと、一冊下から、しかし取ったのはエースゲーミング。クリエーション、クリエーションでしたね。よく取ったな。いや今のは本当惜しかったですね。一冊でちょっと取れたかなと。面白い角度から打ってきましたね。上から狙いましたよね。上からでした。斜めからっていうのは予測がしやすい、斜め上からホームの方から打ってくるのは予測しやすいんですけど、そうではないところから狙って打ったんですが、いやそれでもスティールは難しかったようですが、さあ残りタレットは3つ、クリエーションに争えなければまだまだ戦える。ただこの折れた瞬間エコーガントレットインが一番怖いですかね。絶妙な立ち位置を考えていかないといけない。壁抜けシュラウドはできませんでした。さあクリエーションに的確にダメージを与えていくが、い壁からの、いや忘却、ガントレットは苦しむでブロックしたが、ただもう一回ありますよ。ミストハメがクリエーションにミストが入っているが、それでも落としきれない。さあここで2枚目のガントレット、さあジャンプジェットはあくまでなんとか下がった。しかしクラーケンはまだまだ余裕がある。ビビクイズは落ちてしまった。さあ残りの頼みの綱はビビロイヤルのみだが、さあクリエーションが悠々とタレットを触っている。さあここが可燃受賞で退けたいが、タサの圧力、ここは落とす選択だが、ヤンガードが巻かれている。さあそしてクリエーションは裏から回り込んでいる。これはケアする場所が多すぎる。さあジャンプレッドでここが下がるしかない。さあタツキも合流しますが、タサが元気な状態のままです。これはどうしようもないでしょう。さあここ1試合目、決勝戦の第1試合を制したのは王者に一歩近づきました、エースゲーミングということになりましたね。いやー、かなりやはりこの中盤耐えられるかってところが注目だったんですけれども、相当きつかったですね。あそこまでふんだんにイドリスのポテンシャルを引き出せるプレイヤーってなかなかいないですね。なかなかいないですけれども、完璧にやられてしまったので、まあ、そのタツ選手のサメールが強かったっていうよりかは、やっぱりイメージとしては今回はクリエーションのイドリスにやられたっていう方がやっぱり印象深い試合になったかなっていうふうに思いますね。そうですね、タサは仕事をこなしたという感じですかね。まあ、タレットオールというあのミッションをしっかりと完遂をし、そして遠距離から相手のタツキビビロイヤルを削る、ね、圧力もかけていましたし、それによって相手のタッチ位置を崩したところを奇襲すると、しっかりと入り込んでイドリスが暴れるっていう、まあ、サムエルが前から襲いかかって上下後ろ、まあ、相手の見えない死角から、襲いかかってくるのが、イドリスっていう形が完璧だったと思うので、これをされると相当ダブルレンジ、そしてランスで守らなければいけない側からすると、はいはいはい、1箇所から来れば3人まとめて外車の壁は1つで止められるんですけど、上下真ん中って3方から来られると、ね、1人は外車で飛ばせてももう2人が止められないですし、ちょっとスキルが足りないですよね、外車の壁と1つだけでは。ただ1つもその当てづらいですよね、やはり複数人に当たるように打ちたいスキルではあるので、1人に向かって打つと外れる確率っていうのも上がりますから、1つも打ちづらい、そして外車も打ちづらい、その間に裏に入られてイドリスに 大きなダメージを与えられて、荒らされてでどうしようもなくなるというような形になっていったので、ちょっと考え方変えないとダメですかね。確かにケストレルやサムエル、まあ、特にケストレルをクリエーションは、防いだ方がいいっていう判断だったと思うんですけれども、やっぱりイドリスもちょっときつそうだなっていうふうに思いましたね。まあ元々ピックとしてね、カウンターとして刺さってはいたんですけれども、にしてもやはり
まあ、対策はしきれてなかったですよね。ちょっと完璧にやられたって感じですよね。カウンターとは言われてますけど、我慢すればバロンの方がバースト出ますし、下がりながら大きなダメージが出されるってこともあるので、あとはサムエルから狙われたサムエルが落とされるってこともあるので、戦う要素っていうのはあったと思うんですけど、ちょっと何もさせてもらえない感じになりましたね。さあ先ほどの試合を踏まえて決勝戦の2試合目、さあブルーサイドエースゲーミングはまずグレースバン、ケストレルを取りたがっているように見えますよね。ケストレルもしくはサムエル、まあ、どっちかは取れるのでいいでしょうという考えですかね。ここグレーバーン徹底はできないですよね、このタイミング。ちょっとここグレーバーンは難しいですかね。バーンするならケストレル、サムエル、ライダーだが、ケストレル、ケストレルバーンしましたね。まあそれが一番いいと思いますね。となるとサムエルピックからイラピックになりますかね。さあサムエルをピックしていますが、ここですかね、デトネーションゲーミング大事な場面といえば。そうですね、ライダーにするのか、たまた他のキャリーを取るか。あまりデトネーションライダー取らないですよね。取らない印象は強いですよね。先にバロンを取ってイドリスバーンでも面白くはないと思いますが、しかしここは安定したライダーを選んでしましたね。となるとここはイドリスバーンですかね。バンして、まあ、バロンを強制バンさせつつボックスを取るみたいな動きですかねっていうのが、あ、一つ考えている動きとしてはあるんじゃないかなと思いますね。さあ理想の形の、まあ、ピックを選んでいくのか、それともまあ、攻めの一手をここで投じていくのか、デトネーションゲーミングに選択が迫られています。このバン&ピック、特にこのセカンドバンが大事になってくるのがレッドサイド側なので、何をバンするかでこの先何をピックしたいかっていうのもちょっとずつ見えてくるかなと思いますね。かなり使っています、悩みどころです。確かに安定を取るのであればイドリスですが、イドリス苦渋の決断でしょうか。ここはイドリス、イドリスちょっと使わせたくないかなってところですよね。これでケストレル、イドリスを封じボックスを取れば、お、バロンバンですよね。もちろんバロンバンだと思うの で、まあうでね、となるとボックスピックで、クリエーション潰しっていうのが一つ、クリエーション対策するっていうのがいいんじゃないかなとは思いますね。もうサメラ取られてしまっているので、笹を止めることというのは無理ですから、ね、王道のピックはもうあとグエンぐらいしか残っていないので、まあ、ブラックウェザー、ロナ、あとはグエンあたりがピックされる確率としては高いと思うので、まあ、ボックスを取ればグエンかブラックウェザーかって感じですか。そうですね、クリエーションの動きを、まあ、抑制するには十分なピックだと思いますね。十分だと思いますね。そして相手のピック、サムエルと何を合わせるか見てから、こちら側としてはジャングル、タツキ選手が使うピックというのを決めることができるので、そしてライラボックスですよね。どんな、相手の構成に対してもある程度対応ができる2体を並べていますから、かなり対応力が高いレッドサイドとしてはいいピックになっているかなと思いますね。さあね、キャプテンはアーダン、そしてランスなんかも空いているので、ゆっくりと決めることはできそうですが、まあ、裏でも選択肢はあるので、ここの悩みはレーンでしょうね。キャリーに何を置くか相当悩んでると思います。グエンですか。ダブルレンジ、ここはダブルレンジ。ただダブルレンジの中でもグエンはかなりアーリーゲームに寄っている。テンション棒サローから行くと相当、アーリーに寄りますし、なおかつ、テンションサローをタイラン2、そしてトルネードトリガーなどの4武器にするとかなり後半までダメージとしては期待できるような、まあ ヒーロー の、 その性能自体があんまりアーリーまあ、アーリーに寄っててレートあんま強くないんですけど、ビュー的にはまあレートでも最低限のダメージを出せるようになるので、そうですね、まあ、タイミングによって役割を変えることができるというのも強みですが、はい、最後のジャングラー、ここですよね。メレーでいきますかね。グランプ場などもありますし、いやそれともフォーク勝負に持っていくか、セレスなども面白いと思いますよ。セレスやスカイといったヒーローで終盤まで保つのもいいと思います。そうですね、相性とかそういったものは関係なく、もうスキルショットの当て合いという勝負になりそうですが、まあ、ちょっとスカイはきついですかね。カウンターを差し込むか、もうスカイでいく、スカイですか。グエンがちょっと怖いかなと思いますけれども、そうですね、バックショットもあった時のバックショットボナンザもあって、そうですね、スローが入って動きづらくなったところにパッシブの乗ったテンションボンの乗った一発300、400くらいのバースを食らって一気に HP が3分の1から半分くらい削れてしまうので、ちょっとそのワンコンボっていうのは怖いかなとは思ったんですけれども、それでもなおスカイであれば確かに後半グエンがそのダメージが衰退していく中、スカイはどんどんダメージが上がっていくキャラクターですから、終盤やっぱりボックスと合わせてかなり火力としては勝てるかなと思いますし、サムエルに対してもこう悪意と祭壇を打ってくる、漂流に乗りながら悪意と祭壇を打ってくるサムエルに対してボックスは前から行きつつスカイは裏に回るみたいな動きとかっていうのもできると思うので、かなり終盤まで保てば集団戦は勝てるんじゃないかなと思います。まあ先ほどと同様ではありますけど、今回もサムエル取られてしまっているので本当に中盤、ね、まあ、先ほどよりも
ピックの面で厳しくなったんじゃないかなとは思いますが、まあ、よりダブルレンジでしかもグエンというアーリーゲーム中盤の初め頃に寄っているキャラクターがいるので、先ほど以上にタレット守るのは難しいと思いますが、まあ、ボックスを取っているのである程度ミニオンのファームをプッシュすることができますし、スカイもフォワードバラージを使ってミニオンのウェブの除去を手伝うことというのはできるので、タレット下でキルを取られないようにっていうところがちょっと注意ですかね。グエンだとエースハイから、エクスハイワークショットモランザ通常なんかで一気にバースを落とされかねないので、そうですね、そういったところちょっと注意をしつつタレット守っていきたいですかね。さあスカイの覚醒を待つことができるのか注目していきましょう。お待たせいたしました、決勝戦第2試合、エースゲーミング VS デトネーションゲーミング試合スタートです。さあブルーサイドがデトネーションゲーミング、エースゲーミングですね、ブルーサイドがエースゲーミングとなっております。失礼いたしました、はい。さあ最初ですね、まあエースは入りに行くでしょうね、この構成で入りに行かない意味がないっていうくらい強い、さあ気合の面持ち、エースゲーミングはそのまま入っています。対するデトネーションはビビクイズ面白い位置待っている、いやこれはあれですね、自陣から勝って相手が来るのを見たいというところで、さあ少しはここはフェイスチェックで確認、まあアーダンの硬さであれば3人いても大丈夫、取れない、さすがにこれは人数差ありますからね、スコースが取れましたね、スコースですね、失礼いたしました、バンガードで取りましたね、あと足止めが入りましたが、まあこれはあんまり関係ないですかね、ビビクイズだけでは何もできなそうです。さあしかしエルダのフォーカスがパサに向いている、さあここはチャネリングですね、ビビクイズファインプレー、彼のこのライラかなりスティール力が高いように思いますね。さあトレントも取ったのはスコッサなので、当然タサは大きなダメージをもらっているまま、タサはこれトレント取れてないですね、またしても、さあこれは一気に圧力をかけていく、さあフォワードバージ的確に当てている、素晴らしい、ファーストブラッドを獲得していくのはデトネーションゲーミング、タツキいい形で田澤選手からフォーカスを浴びせることができましたね、これは相当大きい、そしてエルダートレントも取ることができているので損はないですね、ゼロですほとんど、そうですね、トレントだけということですね、トレントを取られた分エルダートレントを取り返して相手のジャングルの奥の大型ミニオン2体買っているので有利になってますよね、プラスですよね、プラスマイナス、当然プラスですね、大きくプラスになっていますよね、しかもファーストブラッドなのでお金もものすごいプラス、一気に 1K1000 ゴールド差がついた形ですから、さあ最初かなり上々な手応えを感じますデトネーションゲーミング、相手のミニオンファーム数に比べてデトネーションのファーム数がもう全然違いますからね、傘はそうですね全く取れていないのが現状、相当きついでしょうね、ラスイートの取り合いに参加していたのでもうその他差に取らせてあげるという余裕なくスコッサなどが取っていた結果ですよね、まあ、でもあそこはもうタス選手に譲るよなんていうことをやっている間に取られてしまうので、あそこはもう誰が取っても、 もう恨みっこなしというかしょうがないと思いますね、さあそれによってだいぶジャングルを崩すことに成功している、そしてスカイ VS サムエルなのでちょっとまあ戦いに行くのは難しいかなとは思いますけど、相手のトレントを見に行くくらいであればスカイはやってもいいかなと思いますね、さあ上もしっかりビビロイヤル1人で維持できていますからね、むしろプッシュをしていけるかなと、このクイズ選手が来ればプッシュができるかなといった状況なので、さあ帝国の紋章をしっかりフォローして全力でプッシュするのはビビロイヤル、ガンガンプッシュしますね、帝国の紋章まで使ってプッシュしますか、もうプッシュですね、さあ1匹も落とさずしっかりとファームした後にリコール、いいですねこれプッシュして押し付けて先行縛りに行く動きは非常にいいですね、いやジャングルさすごいですねミニオン、クリープ数が CS 数がまだまだちょっと取り返すには時間かかりそうですね、さあこれを買って13でしょうか、まだ13ですからね、タツキ選手それに比べてまあ、全てジャングル借り終わった時点で21です、ね、さあ通常が入っている血には血をで前に出たところをとがめていく、さあ首里ストライクはここは不発だがタサもここで寄っています、ワードバージョン応戦しますが当たっている、狙いはタサの方が上、さあここは帝国の紋章で下がらせます、ただタツキうまいですね、この間にしっかりとエルダーに行く、上で注意を引きつけてもらっている間にエルダーに行く動き、ここは抜かりないですね、素晴らしいですね、ギリギリの時間でしたがここはうまい、さあ上がちょっと大変そうではありますが2人でしっかり守れている、ただまあこれで削られるくらいのものに対してエルダートレントが取れているので、まあ、今のここの、タレと触られる動き知事に関しては得ですよね、そうですね、このダメージ差というのが後々影響するのはほとんどなさそうですからね、さあしかし表裏マウント、いや痛い、いいダメージが入っています、
さあこの後が怖いです。この後5分6分がエースゲーミングテンション棒がグエンに入り、多田選手のサムエルがかなり強力に なってくる時間帯なので、ここが相当修羅場というか、うん、そうですね、クリエーションもテンション棒から行くでしょうから、うん、山場ですよね。絶対ここで降りたいとエースとしては思ってるでしょうから、ここで思う通りに降らせたくない。いやここで勝てるか勝てないか、ちょっと早い時間帯でのまあ狭まれ方ですけれども、本当に重要な時間帯がやってきましたね。そのまま押し込まれるとそのまま試合が終了することもありえるくらいの差になりかねないので、さあデスローバーバブはスコッサに当てているが、フォワードバージはうまく避ける。さあシュースタイク狙いはクリエーションか、しかしここはうまく避けますね。さあタサにも負けていない、しかしタサのダメージも痛い。いや痛い、いや的確に狙えています。そしてクリエーション帰ってテンション棒積んできましたね。さあインフュージョンを持っている。さあやはりここで決めるつもりだ。むしろここで決めないといけない構成なので、ガンガンプッシュしたいですよね。そしてガンガンタレットに触っていきたい。そうですね、ここ先ほどのそのイドリスのインフュージョン以上に、このクリエーションが今飲むレベル5、6のインフュージョンっていうのはやっぱり相手にダメージを与えやすいですよね、レンジの分。なのでそうですね、バックショットバンザーという強力なねイニシエート手段もありますので、まあ、スローをかけてそこにダメージを重ねる、イニシエートっていうとちょっと違うかもしれないですけど、まあ、スローを重ねてそこにダメージを重ねるってことが容易にできるので、相手を狙って倒すことっていうのも結構簡単にできるかなというにはなりますよね。さあ対するタツキもインフュージョンを購入しています。ここはタツキのインフュージョンでお茶を濁すつもりでしょうか。もしかするとこれ降りてビビロイヤルも買うかもしれないですね。さあかなりお金を抱えているビビロイヤル。さあしっかりチェックしていますビビクイズ。しかしテンション棒を先に詰めたので、ここはテンション棒を選んできました。となるとタツキ選手のインフュージョンである程度我慢をしてという形になりそうですが、徹底してデトネーションも上に寄りますね。ここで隙を見せると一気に触られてしまうので、徹底してファーストタレットが試合を決めるというのを分かっていますね。いいですねこれは。さあプッシュを先に決めたのはデトネーションゲーミングだが、ここは一回下がります。ファームに戻るようです。そうですね、これ押してからファームであればそう簡単にアセスとタレット触られることはないので、ミニオンウェーブが真ん中にいるとこの奥を借りに来ている間に一気に折られてしまう可能性だったりとか大きく削られる可能性があるので、まあ、今のタイミングが非常にいいタイミングだと思いますね。さあ現在7分、お金さん一軒リードしているのはデトネーションゲーミングですが、ここからがリードを作れるチャンス。エースゲーミングレベル6なりましたね。クリエーションビビクイズに対してもいいダメージが入っています。エースハイもありますからね、スタンに一気にダメージを重ねられて忘却まで合わされると CC チェーン何もできないことになっちまうので、ここは反射ブロック購入ですね。エースハイ対策だが、さあやはりこのグエンのバーストはでかい。タツキに対して大きなダメージを与えます。とっさにインフュージョンを飲まされたようですね。さあ闇の恐竜から悪意の祭壇。さあしかしミニオンがタツキの方に行ってるのにシールドがつくのがちょっと時間かかってましたね。さあバックショットマザーから通常ビビクイズ。いやクイズであのダメージはまずいですね。こたつきビビロイヤルにあの通常攻撃が飛ぶと考えると恐ろしいダメージが出る。さあしかしフォワードバージもいいダメージが入っているが、クリエーションの立ち位置には気をつけていたい。うまく下がっていますたつき。さあシビアなポジショニングが要求されている。奥を借りに行ってこれ回復してレーニングを継続しようという動きですね。さあお互いインフュージョンを飲んでいる。スコッサにもいいダメージが、これ以上はいけませんか。んちょっと押せないですかね。押し切れるビジョンがあまり見えないので容易に返されてしまうんで、まあ、デトネーションとしてはここは我慢すればいいかなっていうところですかね。無理に押すよりかはしっかりとここは対応して対応して後半につなげる。さあデスワーオブですが気絶しているのはスコッサのみ。そしてサローが出来上がりましたね。クリエーション相当ここからダメージが増すので今一番強いと言ってもいいでしょう。さあグエンのパワースパイクを迎えました。さあリコールしている間にタレットに傷をつけるか。そしてレベル6に、いやマドン扉まで使って守ります、ね、守りますね。それだけファーストタレットが大事だというタレット意識だということだと思いますね。最重要な、事項だということですね。いやでもいいことだと思います。最重要事項だと思いますね。今このタレットを守れるのか折らせてしまうのかっていうのは相当試合展開に影響してくるので、
ここだけは絶対守るぞくらいの勢いで守った方がいいかなと思いますね。あと9分、しかしビビロイヤルが先に仕掛けていく、いいダメージですね。素晴らしいですね。先に殴りかかればやはりボックスの方が強いかなと。バックショットボランザに対しても強気に前に出た結果です。さあ闇の恐竜だが、さあ、いいダメージもらっているが、隙を塗っていきたかったが、さあアンチフェーズから飛び込んでいく。ボックスもいいダメージ出ますね、やっぱり。そうですね、2つができて3つ目途中くらいまではいってるので武器力的にも十分かなと。でこのビルドも持っているよりダメージが出るので基礎武器力的にはそんなに高くないんですけど、持っているよりダメージは出ますからね。さあ10分が経過しておりますが、まだまだ守りきっているのはデトネーションゲーミング。エースゲーミングは全てスキルを吐き出して一気に集団戦という形はまだやっていませんからね。まだだから怖いですよね、いつやってくるでしょう。さあ一発触れた、バックショットマザー。さあデスオブアバブはここはヴァンガードで逃げます。かなり追い返すことはできてはいるので、タレットにはなかなか傷をつけることはできていないんですけど、まだ ASI もガントレットも使ってないですからね。そうなんですよね、いつ使うんでしょうか。どこかのタイミングで使ってくると思うので、そこが一番怖いですね。さあうまく避けていく、フォワードバージー、タサに当てているが、いやータスキにダメージが入っている。うん、帝国の紋章でフォロー。やはりこういった戦いをしているとライラの強みをすごく感じますね。帝国の紋章でしか回復していることで継続的な戦闘に関してもエースも押し切れないんですよね。本来であればあれライラの回復がなければ今頃勝ち選手禁止で下がらざるを得なくなっていて、その間にタレット降りに行くなんていうことはできるんですけど、それができないですよね。おっと少し差を徹底していたようですが、ここはうまく下がります。もうだいぶ粘ってると言ってもいいんじゃないでしょうか。だいぶ粘ってますね。あとは粘ってはいるんですけど、まだエースが特に攻めていないというのもあるので。そうですね、がっつり攻めたのを受け切ってるっていう印象ではないですね。そうですね、いやダメージが、まあ攻めあぐねさせてると言ってもいいのかもしれないですけどね。さあここはリコール阻害、窓の扉使っていくか。 BQ 同期のダメージ持ってるが苦しいブレブロック、いや寝てる、完璧か。凍結させてガンと直当たりしているが、再生の泉を使ってなんとか生き残るが、祭壇が当たる。さあここで1キロ取り返されてしまう。人数差ができましたよ。いやー忘却の苦しむタイミングがちょっと早かったですかね。ちょっと合わせられなかったですか忘却に。ついに1キルが生まれてしまいました。危ない、クリエーション残り100ないですね。 HP が86、一回帰らざるを得なくなりましたが、これでちょっとやっぱり今終盤戦戦うと火力を押し付けられてる感を感じましたね今の見ていて。そうですね、こっちから捕まえているはずなのにダメージトレード的には互角なので、やっぱり今のこのエースの強い時間帯ってすごく生かされてるなという印象ではありますね。さあ間もなく13分、1キル同士のキル差になっています。ほとんどキルの動かない試合でございますが、まだお金さんのリードを保っているのはデトネーションゲーミング。しかし金鉱山やオブジェクト何一つ取れていない、お互い取っていない、まあ、時間が伸びるのはいいことだと思いますね。スカイが育つので。そうです、もうブロックミスを持っている、あとはその健康をもらってしまうが、少し差にいいダメージが入っている。狙いはビビクイズのようだが、ブレーキングポイントかなり貯めている。ビビクイズを使ってブレーキングポイント貯めているが、さあ笹の恐竜が消えたタイミング、さあフォワードバージョンもいいダメージがクリエーション。さあどうだ、タツキに対して、さあ窓の扉いいんだが、どうだ忘却は、これは苦しむでブロック。 ASI はボディーブロックする形で、ビビクイズが体を張って守っていきましたが、これ以上追う手段がないか。さあクリエーション、狙いはタツキ、あでも足りない、足りない、イボーハーベストないですが、それでもなんとか守りきった。しかしこれはファーストタレット守れなさそうだ。これはちょっと無理ですね、さすがに。いやうかつには、ここはついにこの徹底して守っていたデトネーションゲーミングですが、お転びが出てき始めたか。ファーストタレットを追っていくのはエースゲーミング。いやー一気にこのテンション、そしてブレーキングポイントが完成したグエンを使ってバーストを出していきましたね。これにはさすがにちょっとキャプテンであってもライラでは耐えられなかったですね。確かにバーストが高いなという印象ですね。すぐ溶かされてしまっています。本当に一瞬で HP がごっそりなくなるので、なんとかここ早めにカウンターでタレット1本打っていきたいですかね、デトネーションとしては。しかしタレット前そこまで強力な構成ではない、なかなか手がかかりません。そうなんですよね、そこがきついところなんですよね。
スカイとそしてボックスなのであまりタレットシージが強くはない。あっとさあおっと爆笑ボンザ3人に入ってるがデスボワオで相手を近づけさせない。さあ窓の扉で避けるが前からクルーシブルか反射ブロックブロックですね。さあ A サイはブロックしている。さあしかし忘却の念いや素晴らしいブロック手段がない。ここはタサもしっかり隙を塗っているして泉残り20秒ですが金鉱山いきますかね。完璧ですね動きがうまいですね。しっかりまたしてもライラから狙われましたね。爪将棋のような形の完璧な動きでした。いやそしてここも追い返してしっかりと大量のゴールドボーナスを獲得していくのはエースタサ。完璧ですね本当に。さあイージスも積んでこれ以上武器は積まないみたいですねクリエーションは。そうですね3武器でいきますか。4武器ではなく3武器でいく形なのでとなると中盤もちょっと押したいですね。そうですねこのクラーケンしっかり取って、まあ、あと2回ぐらいのクラーケンでエンドイット狙っていかないと厳しい勝負になりそうですね。それがまあプランですかね。 S ゲーミング側の1回目のクラーケンで2本目3本目折り切りそしてもう1回のクラーケンで3本目 4本目5本目折ってエンドイットと。さあそういった理想の動きができるでしょうか S ゲーミング。ガンガンエースは1本折れたので押してくるでしょうね。クラーケンをやるタイミングを伺うという意味合いでもプッシュするプッシュするほど有利になるのでガンガンここを押してしてこうしてクリス選手にクラーケンやってんじゃねえかっていう風に疑わせるだけでも十分相手の動きを阻害することができるのでその間に相手のジャングル奪えるだけ奪い隙があったらクラーケンをやると。さあクラーケンが出た後でそしてタレットもあまり折れてない状況ですと本当に読み合いのような形といいますか相手を挑発クラーケンベイトのような形ですね。そういったところも狙えますしかなりね戦い方の手段が豊富なだけあってなかなか攻めづらい時間帯ですよね。やはり押されているタレット折られている側としてはここは後手後手に回らざるを得なくなってしまうのでここはゆっくりゆっくりやるしかないですがここでエコーガントレットですね。スコッサー今までエコーガントレットに苦しめられているチーム多数先ほどの試合もかなり活躍していたこのアイテムやはりこのガントレットというスキルの相手との強制的に集団性を起こさせるような動き、まあ、働きっていうのを2回使えるっていうのはとてつもなく強いですよね。あまりにも強いですね。でこれフレアと相手なので分かりましたかね。いや分かっていないぞ。リコールしています。さあこれはどうだ間に合うでしょうか。いや厳しそうだこれはちょっと無理ですね。さあとなるとファーストタレットはファーストクラーケンですね。ファーストクラーケンはこれはエースゲーミングの方に行くか。まあ、全然間に合っていない。さあここでファーストクラーケンを解放していくのはエースゲーミング。気づいた時にはもう遅かったですね。タレットは残り4本何本折っていくかエースゲーミング、まあ、2本は絶対折りたい。そしてできればもう1本くらいフォースタレット4本目くらいまで折りたいですかね。そうですねエンドイットに近づくための準備といったところ。さあクリエーションに対してもいいダメージが入っているが最大も当たっている。デスワーバーブは不発だがビビクイズかなり体力少ない状態ですがここで使っていく。忘却は当たってしまっている。しかし狙いはビビクイズさらに A サイを使って落とし切っていく。なんという切り返しの速さ。さあそして残ったビビロイヤルも落として3-0のエースを獲得していくのはエースゲーミング。集団戦が綺麗ですね。いや溶かし方っていうのがうまいんですかね。その忘却の置く位置もそうですし忘却をしてから A サインすぐその普通だったらスカイを殴りたくなるんですけど、はい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 、ふっと我慢してライラを倒し泉がない状況にしてからもう一回 A サインを当てて CC チェイン。これは難しいですかね。いやエンドイットクラーケの体力はまだまだある。行くと思いますけどね。なんか守りたいが、いやもうこれはタレットに行けばエースはエンドイットが当然クリエーションは行く。あとはその喧嘩もしっかりブロックしている。忘却は苦しむでブロックするが先に溶かされている。クリエーションが大暴れ。さあエースは不発に終わりますが、さあビビロイヤルなんとかクリエーションだけでも落としたいが、クリエーションは落としたもののクラーケはまだまだ余裕がある。いや素晴らしい。そしてタサがいる。なんということだ。1回の大型の集団戦でこれはエンドイットまで持ち込んだエースゲーミングの勝利と言えるでしょう。さあ3連覇を達成いたしたのはエースゲーミングという形になりましたね。3週連続の優勝そして今週に至っては 2-0、はい、完璧でしたね。いやおめでとうございます。いやもう素晴らしい集団戦の綺麗さだったと思います。最後もう1回リプレイを見ていただきたいんですけど、さあ優勝を決めた集団戦でございます。タツキがうまくしたからそしてビビロイヤルは上からというこの圧力かけ方良かったんですけれども、トーク合戦ですけれども、まあ、無理にクイズはここ、まあ、でもアトラスの健康かけたので良かったんですけど
ちょっとそれ合わせる選手がいない。そしてガントレットが、そうですね、ここでビッグクイズ狙ってるなと思ったらパッと A サイをしっかり打ってるんですよね。通常一発でビビクイズ落とせるっていう計算がクリエーションしっかりできているので、通常打ちにビビクイズ行きつつ